どうも、キスミです。こちらは、ハンドスピナーです。はい、皆さんこれ知ってますか？ハンドスピナーと言って、ちょっと前にかなり流行りましたよね。指で弾くだけで高速回転と書かれています。それでは早速、開封していきます。どけ。はい、見てください。このようにですね、金属の玉みたいなのが3つついていて、真ん中を持つとこのように回転するようになっています。そして、この真ん中を持ちながら、ここの端っこを弾くと、ほら、このように、めちゃくちゃ気持ちよく回るというおもちゃですね。うわ、めっちゃ回った。うわ、すげえ。なんかちょっと駒っぽいっすよね。ああ、浄化される。ただ、このハンドスピナー、この一方向にしか回転しないんで、すぐ飽きちゃうんですよね。まあよく回るけど、単調。ということで、今回は、もういろんな回転をするレベル100のハンドスピナーを作ってみたいと思います!よろしくお願いします。はい、ということで今回何を作るかというと、こちら。皆さん、ジャイロスコープって知ってますか？ここのですね、外輪をですね、手でつまんで、内輪を回転させると、これ本体も同時に、こう、ぐるんぐるんぐるんって、もう全部回転するんですよ。こんな感じで、中とかが、こう、ぐるーって回転するものなんですよ。もともとこのジャイロスコープというのは、計測機器の一種で、傾きとか、回転の速さとかを測ることができるものだそうです。まあ、ただ今回は、まあ、そんなことせずに、この形だけを模倣して、めちゃくちゃ暇が潰せるハンドスピナーを作りたいと思います。それでは早速作っていきましょう。それでは今回このジャイロフィジェットというデータを印刷していきます。見てこの写真、なんかさ、めちゃくちゃおしゃれなさ、インテリアみたいになってますよね。はい、見てください。今回はですね、この数じゃちょっと物足りないんで、ほら、このちょっとでかいバージョンでリングの数が多いものを印刷していきたいと思います。印刷プレビューです。3時間46分かかります。はい、見てください、このデータ。これ素晴らしいのが、サポートも何も立てなくても1回の印刷で回転するまで作ることができるということです。穴が開いていて、ちょっと穴より小さい棒状のものが突き刺さっているため回転するという機構ですね。それがこんなについてる、めっちゃ楽しみ。じゃあ印刷してこっか。できた。ということで完成しました。ハンドスピナーレベル100ジャイロスコープです。はい、見てください。これもうさっきの絵とは違って、とんでもないほど輪っかがあります。つまりこれ、ほら、ここが回すと、これほら、いや全部動くということですね。こことかさ、こことかもうこれちっこすぎて回らんやろ、これ硬っ。めちゃくちゃ回り悪い。まあ、要は、ここの外側を持って、くる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 回転させることによって、ここのすべてが回るというものですね。もうさっきのハンドスピナーと比べても、全然もう威力が、もう見た目からして違いますよね。こっちは、この一方向だけなんですけど、こいつはもうぶん回したらとんでもない動きをしてくれるはずです。ということで、早速、回していきましょう。それでは、早速、回してみます。いきます！ふいふい、やば！真ん中がさ、いや、中、やっぱ中回ってないか、これ。ここ回すめちゃくちゃ難しいな。うわぁ、回らん。あ、回った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 。回ったけど、一番真ん中が全然回らへん。これだから要は、この一番外側のやつをさ、こう、フルフルフルって振ったら、ほら、ほら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 、真ん中が、これ、どんどん回るっていう仕組みなんですね。でもこれ、ハンドスピナーより思った以上にさ、回らんしさ、くっそ難しいねんけど、これ。うわぁ、でもなんかすげぇ。神秘的な回転をしますね。まあ、正直このハンドスピナーも、このジャイロスコープも、まあ、10分くらいで飽きますね。ということで皆さん、今回の動画いかがだったでしょうか？今回は、このハンドスピナーよりも、さらにいろんな方向に回転するジャイロスコープというものを作ってみました。良ければチャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。じゃ、またねー。